二階堂ふみです。今日は私の1日の食生活について話します。朝起きたら鉄瓶でお湯を沸かしてお茶湯を飲みます。鉄瓶で沸かすとすごく味がまろやかになって、あと鉄を取れてる気がする気持ちの問題かもしれないんですけど、でも鉄瓶で一回ちゃんと沸かして少し冷まして飲むお茶湯がすごくまろやかで美味しくて、それを朝は必ずいただいてます。朝は果物が多いですね。あとは撮影の時とかは、でも朝からしっかり体も動かしたいですし、頭も回転させたいのでおにぎりを食べたりとか、しっかり糖を摂取するようにしていて、あとは食べ物じゃないんですけど、最近は甘酒を飲んだりして自分の体と相談しながら糖質を摂取してます。私が好きなのは梅おにぎりか昆布。麺類が大好きで、お蕎麦とかうどんとか、あと家にいるときはラーメンとかランチ食べちゃいますね。ドーナツですね。なので自分でもよくドーナツを差し入れしちゃうんですけど、私が食べたいからあとは紐を引っ張って温かくなるお弁当があるんですけど、もうそれに初めて出会った時にすごい衝撃を受けて、そこからこの間も現場にもうみんなで食べれたらいいなと思って差し入れしてみんなで食べました。本当にシンプルなドーナツが好きです。あとチュロスとか干し芋。干し芋は本当に10年ぐらい前に林真理子先生と対談させていただいた時に、林真理子先生のご実家で作られているっていう干し芋を大量にいただいて、それが本当に美味しくて、それからすごいずっとおやつとして食べてます。いつもはそれこそ朝早い時はその鉄瓶で沸かしたお茶湯を少し冷ましてから、胃がびっくりしない熱さにして入れて保温状態で持ち歩いてるんですけど、朝早くない時は、朝はお家でお茶湯を飲んでるので、ハーブティーだったりとか台湾茶とか中国茶とか日本以外のお茶にもすごくハマってて、で旅行先で結構いつもお茶を買ったりして、でそれが家に結構溜まってるので今はそれを選ぶのがすごく楽しいです。今日はローズヒップとハイビスカス、フルーティーな赤いお茶にしました。コーヒーも大好きなんですけど、カップに入れてコーヒーは飲みたいっていうちょっとこだわりがあります。なのでなるべくコーヒーは家で飲みたい、家とかあと喫茶店で飲みたい。ブラックコーヒーです。プリン、蒸し野菜とかあまり胃に負担をかけない食事をとることが多いですね。あとは鍋にしたりとか、蒸し野菜にしたり、さっぱりしたものが多いです。蒸し野菜にするとすごくその野菜の味そのままがすごく美味しくなるので、素材の味が生きるようなお塩とかごま油とかオイルとか、そういうものをシンプルに味付けして食べることが多いです。春はキャベツキャベツがすごく美味しいですし、あとは野菜じゃないんですけど桜の塩漬けもすごく好きで、ちょっと楽しみにしてますね春は。それをお湯に入れるだけで美味しいし、あとは春は野菜じゃないけど和菓子も美味しいし、でもよもぎもすごく好きなんですよね。よもぎも美味しいいっぱいありますね。白米もう本当に炊きたてのお米をしっかりいっぱい食べます。本当に玄米とか大好きなんですけど、やっぱり白米は元気が出ますね。
選べないな。白米だったら、まあでもやっぱり梅干しかな。イタリアンも大好きで、大人になって、それでちょっと今日は贅沢をさせてあげようっていう時は、あの美味しいイタリアンのレストランに行って、あの好きなものを食べて自分の体と心を癒すのが、あの好きです。スンドゥブチゲですかね。撮影の中でもたくさん食べましたし、あとは海外、ヨーロッパ行った時も、あとなかなか日本食のレストランがないところとかで韓国料理の店があって、そこで食べたスンドゥブもすごく美味しくて、なんかスンドゥブチゲってどこで食べても必ず美味しいっていうイメージがあって、私の中ではブレない、あの料理といいますか、スンドゥブチゲだったら間違いなく美味しいだろうっていう、あのそんな、あのイメージですね。おやつなのかおつまみなのか、金武賀っていう海苔店、それこそ今回ドラマでご一緒させていただいたチェ・ジョンヒョプさんに教えていただいて、で韓国のお土産でくださったんですけど、それが本当に好きな食べ物トップ10に入り込んだんですよね、金武賀が。もうそれが本当に美味しくて、韓国に行ったら次大量に買って帰ろうって決めています。5、6年前からその食生活を選択をしていて続けているんですけど、命をいただくっていうことに対して、あのどういうふうに向き合うべきなのかっていうのはずっと考えてて、で今も考えてて、ね、食の多様性というか、あの本当に自分の体と自分の心と、うん、相談しながら、あのやっぱり食べるものは選んでいきたいし、あとはあの大切にしていきたいし、またその環境とか動物とか、そういうことはあのリスペクトを持って大事に、あの向き合っていけたらなと思ってます。やっぱりお米かな。白米が大好きです。もう熱々の美味しい土鍋で炊いたお米でおにぎりをでっかいおにぎり作って食べたい。以上が私の一日の食生活でした。ドラマ I Love You とハーパスバーザーウェブサイトでインタビューの方もぜひチェックしていただけたら嬉しいです。またお会いしましょう。